ハンダカップ第51回全日本女子プロボーリング選手権大会応援ありがとうございました。おかげさまで今季4勝目、22勝目を迎えることができました。ありがとうございます。ほんとあの、3日間ですね、ランクシーカーさんを通してライブ配信で応援していただきました。皆様、ありがとうございます。頑張りました。 え、毎年最近はそうですけど、えー、今回もミディアム8ゲームから始まり、ロング8ゲーム、ショート8ゲーム、そして最後、ミディアムで9ゲームと、本当にいろんなボールを私12個持ってきまして、もうくすんでいる球からもうピカピカの曲がらないボールまでをいろんなコース投げました。やはりあの1年間、そして私にとってはこの19年間の全てをここに出し尽くしたというような大会でございました。最後の1ゲームはもう感動の290点。 今思い出しても泣けちゃう、まあ、すぐ先なんですけどあの本当に怖くてまあ足が震えていつも通りに投げられないんですけどねそれでも10枚目をアイドルプロで曲がらないようにビュンって投げるって決めて投げ切れたことにすごく感謝しています、えー、来年も皆様へのありがとうの気持ちいっぱいで投げますまずは全日本最後まで見守っていただきありがとうございました